赤崎せよ赤崎せよ赤崎せよよくない今回ファミリーマート限定の大盛りにんにく醤油ラーメン買ってみましたということでね、先日あのセブンイレブンのですね豚ラーメン食べたばっかりなんでちょっと比較しながらなるほど、見ていきたい。こちらの方が後で発売された商品です。そうなんですね、ございますね、はい、さあ作っていこう、今回こちらは、500ワットで、7分ですね、セブンイレブンの方は7分20だったか30秒ぐらいちょっと違う、はいちょっと違う。さあ早速出来上がりまして、510円税抜き価格、税込みで550円ですね、ファミリーの二郎系はですねネギがたっぷり乗ってるんですね。ここがまず、違いですね、一つ違うところ。そして豚は安定のバラ肉ということで共通項がございましたね、バラ肉を使用しておりますね、そしてセブンより40円安いんですけどカロリーは1高いですはい、ここがちょっとサインになりますね。まず最初の期限見ちゃいますね。あなたの動画はセーフですよ、まあ、全部セーフですよ。今までの件があるから、もう美味しくいただいておりますんで、まずは天地返しをしていきましたが、これね増粘剤の影響で少し麺がこう固まったままなんでまとまって返しやすいという点がいいところですね、はい、すごくひっくり返しやすい、そしてセブンイレブンよりですね麺の表面ザラッとしてちょっとワイルド感があるんだけど、噛み応えはふわっとしているというちょっと軽めの噛み応えで、はい、ございました、スープ、これ乳化系ですね。あ結構 ね乳化してんのだよ、で、旨味成分が強く、まあそんなしょっぱめではないという、スープでございます。皆さんも美味しく飲める、ということですね、そして油野菜、これ油がね結構背脂の塊として結構入ってるんですよ、液体化しないタイプ、なんでスープが激アツにならないという、あなるほど、違いもございますね。またこれ3分の1の野菜量が入ってるということでね、1日のこれは健康よ本当に。本当に、羽入ってます、これちゃんと入ってます、ね、これ3杯食べたらもうそういうことよ、まあ、その分ね別の部分も摂取するけど1日分以上のものをね、しないことでね。そして豚はね厚さで言ったらちょっとセブンの半分程度なんですけども、ギュチ感はファミマのが強かったということで、総評麺がうまいのはセブン、野菜がうまいのはファミマという結果が出ました。おー、しっかりとあの比べていきましたね全部ね。豚は、あ、豚、今豚の流れで言ってましたね、はい、いや豚、違う、総評総評総評がということですね。マシマシレベルはこちらの方がちょっと高めの 70.4、 なぜならニンニクが結構強かったので、ニンニクレベルを高めにしております。はい、点でございますね。いやこれね、いや発売してからやっぱ結構経つじゃないですか結構経ちます、はい、この時期に上げてるのも僕ぐらいかなと思いますけども、そうですねでもやっぱり人気商品だなという感じはしました。人気商品あれ特に感慨深いところはないですか。感慨深いところはい、まあ、あるいや、まあ、そこまであのちゃんと見てないですねそあ、二郎系のラーメン出たかなと思ってそこまでは言ってない、はい、ということ。あ、なるほど ね、ファミリーマートの二郎系大変美味しかったです。ごちそうさま。Thank you.